昨日の宮崎県沖での地震を受け、気象庁は南海トラフ巨大地震注意の情報を発表しました。今後1週間程度は巨大地震の発生に注意し、地震への備えを再確認するよう呼びかけています。昨日午後4時43分ごろ発生した日向灘を震源とする地震では、宮崎県では震度6弱を観測したほか、県内では伊方町で震度4を観測しました。この地震で気象庁は臨時情報を出し、南海トラフ巨大地震との関連を検討。地震からおよそ2時間半後となる昨夜7時15分、気象庁は新たな大規模地震の発生の可能性が平常時に比べ相対的に高まったとする巨大地震注意の情報を発表しました。南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意を、発表しております。新たな大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっている、わずかですが高まっているというふうに考えられます。これを受け、県は災害警戒本部会議を開催しました。会議では気象庁が発表した巨大地震注意の内容を改めて確認した後、各市町などから被害状況の報告が行われ、県内では被害の情報が入っていないことが確認されました。連絡体制を確認するとともに、地震はいつ起きるか分かりませんが、やっぱり普段から必要な備えっていうのをしていただくということをお願いしたいと思います。いろんなこと、地震に関する情報をですね、知ることで、県民の皆さんと、周りの大切な人の命を守ることができると思います。今後1週間程度は巨大地震の発生に注意し、家庭での安全対策や避難場所の確認など、地震への備えを再確認してください。